でもサーヴァントになってムーンセルで日本のアイドルを知ったわ。ほんと目から星が出るような衝撃だった。だってアイドルよアイドル、完璧だわ。可愛いことだけ求められてチヤホヤされることがお仕事なんて、これが天職じゃなくて何？ステージに立って歌を奏でた時、これ最高って我を失ったぐらい。そういやマスター、このセラフの裏側にはでっかいお宝があるって噂、あれって本当なのかね？王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。こんなところで遊びほうけている暇があるのか？俺を楽しませねば命はないぞ。さて次の戦ではどれを使うか。貴様はどのような武器が好みだ？剣か槍か斧か。弓兵ならば弓を使えと。たわけ！俺はアーチャーというクラスに収まる器ではないとなぜわからぬか。俺はギルガメシという名の天上天下唯一無二の王である。クラスに縛られるものではない。そのあたりは竜の娘に聞くがよい。飛びっきりのライブ見せてあげる。歌って踊って殺せるアイドル、それが私エリザベート・バートリーだってこと忘れてないわよね。ね、恋はミラクル、あたしクリカル、アンコールに応えて再登場よ。何度も出てきて恥ずかしくないんですか？おや、奏者よ。ランサーを連れているとは珍しいな。もしや誘拐か？あらセイバー、あたしのコリスに馴れ馴れしく話しかけないでくれるかしら。今はあたしがこいつと散歩中なの。日々のアイドル活動のちょっとした癒しってとこね。なんだその勝ち誇ったような態度は。カチンときたぞ。まったく奏者も奏者だ。次にマイルームで会うときには覚悟せよ。ローラステージに上がらせるのだ。ちょっとこれ私のライブなんだけど。誰ともとして見ていられぬ。手助けするぞランサー。ありがとうセイバー、でもアイドルの座は譲らないわよ。ヨガ相手になろう。なぜだ、なぜヨの邪魔をするのだ。ヨの独唱会はウーマでも好評だったのだぞ。終わるまで誰も出ていかんのだぞ。全員最後まで聞き惚れていたのだ。終わり。記録には終わるまで会場の扉を封鎖したとか書いてあるんだけど。ふっ、物理で出ていかせなかっただけかよ。トップアイドルはただ一人。さあ宿命のライブよ。やれやれ、我がドルトロよ。我らの歌声でこのセラフを席巻しようではないか。ちょっとセイバー、あたしのマネージャー取らないでよ。あたしのスイーツな癒し、それがコリスなんだから。なんと奏者よ。そんな隠しスキルがあるなら早く世に報告せぬか。よし、今からマネージャー兼ハズバンドに任命する。よし、奏者よ、元マネージャー、世のセラフ横断ライブツアーの計画を練らねばな。早速マイルームで続きを話そうではないか。マネージャーの仕事が終わった後はハズバンドの役割を果たしてもらうぞ。そうしゃ、出島一人で勝手に納得した挙句に置いていかれちゃったわ。私別にあんたのためじゃないだからね。素直に感謝するぞ。このステージは私のものよ。ほらほら、世の出番を奪うでない。お疲れ様ですマスター。きちんと休憩を取られていますか？その状態では何かと騒がしいでしょう。なあゼー、世の方を見ないのだ。うん、相
失礼なやつめ。用がついているのだ。休めておらんわけがなかろう。そうですか。いやしかし、あなたがキャスターや竜のランサーと絡むと、それはもうマスターが疲弊するので。本当のことだけに少々反論しづらいが。いやいや、要はそばにいるだけで奏者の心を慰めるとびっきりのヒーラーだ。子守歌もつくのだぞ。それは余計に疲弊するような。コロコロするぞ。制服デート憧れちゃいますよね。今度トライしてみません？え、私が来たらコスプレ？ぐっ、メギツネ、私のコリスとタブーなランデブーしてるとはどういうことかしら。あれ、私今うまいこと言わなかった？ラッパー路線もあり。ラッパーというよりアッパラパーの方が正しいのでは。そしてどうもこうもありません、貧弱トカゲさん。私たち正真正銘の夫婦、ラブラブカポーなのです。ラブラブカポーじゃないわよ。あんたのせいでサブサブのバーカップルだわよ。孤立がかわいそうじゃない。まったくどなたも懲りない方たちです。さあさあご主人様、うるさいトカゲはほっといて、ラブラブランデブーの続きをいたしましょう。ラブラブランデブー、あんたもラッパー目指してるの？違うわ。たまもないん？いいえ、私には何のことやらさっぱり。でもそういうお茶目さもいいよね。従者ガウェイ参上しました。この頃汚れた粒子がセラフを蝕む夢をよく見ます。青ではなく黒い何か、どこかで見た気もするのですが。さて、俺の相手はお前か。お前のことは嫌いではない。いや、俺の主観の話はどうでもいい。戦いには左右されない。俺は俺のありようとしてお前を守る。そのあり方に居心地の良さを感じるからだ。不服か？カルナさん、私も決心しました。どちらが真の太陽の英霊か、いざ勝負。俺でよければいくらでも相手になろう。しかし勝敗で真の太陽が決まるわけではない。俺は恵まれている。特にマスター運など文句のつけようがない。この運があれば人を見る目は必要あるまい。俺が人に騙されることが少ないのはそういうことなのだろう。お前にとっても俺というサーヴァントがそうであるといいのだが。